神戸マツダプレゼンツ庄司悟ドライブショー。庄司です。浅井です。キャリーです。わお、なんか声響きますね。いいですね。はい、私たちは今神戸マツダ三田店に来ております。はい、やっております。そして今日ご紹介する車はビッグチェンジ、新しくなりました新型の CX3 です。はい、ダレーン、ビッグチェンジですよ。かっこいい。プロにやはりご紹介していただこうということ で、ね。はい、ゲストさんをお迎えいたしました。どうぞ。よろしくお願いします。神戸松田三田店の営業の常沢です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。常沢さん。はい、そうです。さて、それではまずは何といっても新しい CX3 なんですけども、はい、外観から、まあ、どの辺が新しく変わりましたかね。そうですね、まずはこの分かりやすいのはやっぱフロントマスクのフロントグリルですね。こちらの方が変更になっております。で、あとまあこういったガーニッシュですね、フォーフォグランプをまつわるところであったり、このシルバーのメイキモールも新しく増えた部分です。こちらですね。そうですね、はい、ピカピカだから。はい、一番結構変わるのが電車乗るピアノブラックのピアノが20年に変わったというところかと思います。タイヤはメーカーさんとの新設計で乗り心地を良くするという部分で、サイドウォールのところを柔らかく、その接地面であるトレッドパターンとかですね、そちらを硬くして、より今までのスリーよりもより乗り心地を良くなっておる、上質なしなやかというか、はい、続いては中行きたいと思います。はいはい、インテリア。はい、じゃあ私開けて、リュウさん開けていただいて。はい、じゃあどうぞ。あ、失礼します。お、来ました。で、やっぱり一番変更点で一番分かりやすいのはもうこのセンターコンソールですね。今までの分はオプションでしかブレスつかなかったんですけど、もうそれそういうオプションでつけるとかつけないとかになって、もう全部取ってしまうという形になって、引かなくていい、そういうことになります。まず座ってあれですよね、自然に乗っかってますけど、アームレスト、まあこれだけあるっていうのは重要ですよね。そうですね、自然な位置で、かつ運転の邪魔にならない、はい、常にこれ充電したい。USB 2つついて終わります。はい、あとでそこ私スマホ充電する。大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、こちらグレードの指定はあるんでしたかね、この。この部分はもうすべて電車標準でこういう形になっておりますので。はいはい、これはやはりどうですか、要望が高くという。ですかね、そうですね、やはりCX3 の、ご覧になられている層というか、そういったところがやっぱりダウンサイザーの方が多い、今まで高級車乗られてた方が次はもうね、家族さん皆さん出られて小さく車はいらないと、小さくしたいなっていうところで、やっぱりそういった真なるダウンサイジングされたい方の受け皿となるように、こういった細かいところ、コンパクトカーのね、ブルーになるんですけども、そういったところもしっかり作っているところ。ということは、今までそのダウンサイジングされたお客様の中で、なんか急にちょっとチープな感じの車には乗りたくないとか、そういうことですかね。おっしゃる通りです。その通りですね。はあ、はあ、うん、そういった方はもう全然もう問題なくというか、すんなりコンパクトになってるけども装備充実っていうところですね。その通りです。高級感があります。はい、私たちもいろいろね、A とかいろいろ乗らせていただいてるんで、すんなりそのサイズちっちゃくなって中は充実っていうの変わらずっていうのは嬉しいですね。はい、エンジンかけていいですか。はい、ユーザーユーザー、これで、ね、はい、シートの調節をするのにね、ここにフットレスありますね、はい、これに綺麗にね、かかとつけて、もうちょっと下、ここにかかとで、でこれで、はい、足ギュッと踏んでもらって、
うん、突っ張らないような形になってて、だからちょうどなんですけど、遠いな。でね、突っ張らない、多分ね、はい、お尻の位置がね、はい、浅いんですよ、腰掛けが、腰掛けるのが浅いんですよ。そうそうそう、うん、で、尾底骨とここを合わせ、ここを合わせるように、はぁ、そしたら突っ張ってもらってからで、しょ、それで前にやるんですよ。で、これで、そう、あ、なるほど。で、ここに突っ張りが無理のなく力がかけるようになってたら、はい、自動的に右足が合うんで、ああ、それが松田のドライブポジションの考え方なんです。わあ、初めてこんな丁寧にやってもらった。ほんで、ほんとあとね、もうちょっと言うと、リクライニングもうちょっとだけ立ってた方がいいと思います。そうですね。で、今回シートもね、かなり良くなってる。いや、シートすごくいいと思う。良くなってるんですけど、その良くなったのを十二分に発揮するにも、さっきみたいに浅くかけてたら腰痛くなっちゃうんで、ちょっと皆さん、まずの車座り方からですよ。それがそうです。